皆さんこんにちは、秋葉仁です。懐かしいものシリーズ第2弾です。前回のフットルースに続きまたまた出てまいりました。なのでですね、この LP をいっぱいこう保存しておいたんですが、保存してるカゴ自体が出てきたんですよ。それで中からお宝がいっぱいです。もう懐かしいものでね、こう昔の記憶がガンガン蘇ってくるぐらいの。今こうやって YouTube とかで動画撮って黒巻き合成をしたりだとか、そういうのにね、ものすごくこうパペットツール使ったりとかね、こうやりたくてやりたくてしょうがないんですよ。どうやってってこううまくできないでこう挫折しながらもなんとかやってるわけですよね。それの元になったもの、これはね忘れられないですよね。それがこちらです。ゴーストバスターズです。これはね、続編が何本か出てるので記憶に残ってる方もいらっしゃるかと思うんですが、これ初代のものですね。この時に CG というものがものすごく画期的に見えたんですよ。今見ると結構ね、なんか自分でも作れちゃうんじゃねえのって思うんだけど、当時はもうね、ほんと感動しまくりでしたよ。もう CG とか特撮とかね、大好きだったんですよね。それでこのゴーストバスターズ、ただですね、その当時まだ確かね、中学校3年生だかなんかで、お金をあんまり持ってなかったの。当時秋葉原の石丸電機だったかな、こういう輸入物の LP を売ってるとこがあったんですよ。そこで買いました。日本版だと3000円近くした LP がこれね、輸入版で1880円。なんで分かったかって、ほらここに1880円って書いてあるのね。懐かしいよね、本当に。これはね、めちゃめちゃ憧れた。でこれも大して使ってないという、もう綺麗に保存されてますね。LP をかけるものがない今だから、 DJ 用のやつでも買ってきましょうかね。ちょっと聞きたいですよね。今の CD のいい音じゃなくて、この針乗せてブツブツ言いながら言う LP、 素晴らしい。昔の記憶が蘇る。ではまた。